おはようございます。今日は日曜日です。昨日はさかちゃんパークのセッションに参加したんですけど、ちょっとやりすぎたせいか肩が痛いです。この肩がね、ずっと痛くて治らないんですよね。まあ、本当困ってるんですけどね。まあ、今日は天気があんまり良さそうではないんですよね。まあ、天気良かったら日比谷公園に顔出そうかなと思ってたんですけどね、ちょっと、まあ、今後の天候次第かな。まあ行ってもね、そんな動けないんで、みんなと交流することがメインになると思うんですけど、まあそれも楽しみの一つなんでね、はい、せっかくの週末なんで出かけたい気持ちはあるんですけど、まあ昨日動いたんでね、今日はこのオフィスで作業するっていうのもありかなとか、まあその時の気分で決めたいと思います。とりあえず今からは作業します。頑張ります。朝ごはんはベースブレッドとプロテインです。いただきます。こうやってね、オフィスにいると作業しながらね、こういう器具があるんで、すぐに筋トレできていいです。この懸垂バーっていうのがね、ステディの姉妹ブランドのリラネスっていうブランドなんですけどね、これめちゃめちゃ見た感じめっちゃおしゃれでね、インテリアにもね置いてたら結構おしゃれだなと思うんですけど、結構ね性能もいいんですよね。僕いつもオフィスにいるときはね、これで結構懸垂とか、今みたいにフロントレバー、バックレバーとかをね、暇があったらやるようにしてるんですけど、案外ね、僕がぶら下がっても、まあ、そこまで揺れないですし、見た目だけじゃなくて普通に実用性もあるなというのをね、ちょっと驚いてます。結構使ってます。プロテインオートミールとブラックコーヒーです。ずっとね、食生活乱れてたんでね、ちょっと本当戻さないとやばいんで、ちょっと本格的にちょっと体絞り始めようと思います。またね、ちょっとバキバキの体取り戻すんで、こっから楽しみにしていてください。日本大会会場でございます。今日は僕は応援に専念します。ベースブレッドのお時間です。今のコンディションをご覧ください。かなりたるんじゃいました。こっから再びね、体変えていこうと思います。まあ減量期間としては年内頑張りたいかなと思ってます。まあ年内ね、これからハロウィンがあったりクリスマスがあったり、いろいろ行事があると思うんですけどね、まあいろいろ誘惑あると思うんですけど、まあそこをねうまく乗り越えながらこれからやっていきます。はい、ここからまた僕のね減量物語始まりますよ。最近はね、ちょっと環境の変化とかがあって、あまりね筋トレの方もそこまで本腰入れてできてなかったっていうのもあるんで、そっちの方もね、しっかりこれからはやっていきます。まだね、こっから本気モードの僕をお見せしていきたいと思うんで、皆さん楽しみにしていてください。こっから変わりますよ。 60.9、 まあそこまで悪くないな。おはようございます。はい、ベースブレッド頼みました。オートミールしっかり測って入れます。今横にめっちゃ誘惑があるんですよ。はい、こんな感じの海外のお土産がね今ちょうどあって、誘惑なんですけど、僕はここはねちゃんとオートミールを食べますよ。プロテインオートミールです。いただきます。おはようございます。今日は月曜日です。今日から1週間また始まります。仕事の方頑張っていきたいと思うんですけどね、減量の方もこれからちょっと本腰入れて頑張っていく予定なんで、皆さんこれからの生活楽しみにしていてください。それでは頑張ります。今日のコンディションです。まあまあまあ減量始めたばっかりなんで、まだ全然何も変わってないと思います。まだちょっとあんまりいい見た目ではないんでね、からしっかりと変えていきます。とりあえずね、今週の日曜日にイベントでパフォーマンスしないといけないんで、そのイベントまでにはね、どうにか動ける体に戻したいと思ってるんで、ちょっと急ピッチでね、
まあ脂肪が落ちるわけではないんですけど、とりあえず体重の方はね落としていきたいかなと思います。はい、59.7 です。マルチビタミン、プロテイン、ちょっと休憩。僕ね、朝起きるのがめちゃくちゃ早いんでね、作業に取り掛かるのもねもうめちゃくちゃ早いということで、今まだ朝の9時なんですけどね、もう9時の段階で結構仕事がねできちゃってて、はい、その後は結構ゆっくりと、ね、休みながら作業するっていうのがね僕の中の最近のライフスタイルになっちゃってますね。ちょっと左肩が痛いんで、あまりトレーニングができないんで、片手倒立やります。僕、利き手はね、右なんで、まあ、こっちが痛くてもね、片手倒立ならできるんで、ちょっとまたね、片手倒立の方、トレーニング再開したいと思います。もうこれ、ほんとやるやる詐欺でね、片手倒立はね、もう毎回続かないんで、今度こそ、しっかりと仕留めます。プロテインオートミールです。おはようございます。今日も一日頑張ります。最近はね、朝一に白湯を飲むようにしてます。マットやりたいと思います。 60.0。はい、こっから変わっていくと思うんで、お楽しみにですね。今、翼基地というね、ジムに向かってます。動画でも1回出してると思うんで、まあ見てる方は分かると思うんですけど、ストリートワークアウトの鉄棒があるジムなんですよね。そこで今日僕の、ね、先輩がワークショップをしているということなんで、ちょっと遊びに行こうかなと思います。オーケー、もうちょっと下。あ、綺麗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 、めっちゃ綺麗。おはようございます。今日も一日始まりました。頑張ります。プロテインオートミールとブラックコーヒーです。いただきます。はい、もうめっちゃシンプルなんですけど、はい、要はヒップス
か。おはようございます。今日は木曜日です。今日も一日頑張ります。プロテインオートミール。安定のプロテインオートミールです。もう毎日これです。これしか食べてないです。プロテインオートミールのお時間です。こんばんは。じゃあちょっとあまりわからないんですけど、初めての TikTok ライブやってみました。おはようございます。無重力のまさとです。今日はちょっと真面目にちゃんと Vlog 撮っていきます。まあ、最近結構ねパッパッと上げることが多かったんですけど、適当な感じとちょっとちゃんとした感じをね織り交ぜていけたらなと思っております。まあ、食べるもんは変わらないんですよ。プロテインオートミールから始まる朝です。今日はねこの後八王子の体操クラブに行ってゴートレする予定があるんで、その動画を届けていきたいと思います。今日ねちょっと新車が届いたという伊藤ちゃんがね迎えに来てくれてるんでね、伊藤ちゃんの車をちょっとまずは拝見したいと思います。おった、やべえ、超かっこいい車で迎えに来てくれました。新車でございます。ベゼルです。いやー綺麗な、やっぱりいいな車。いやー僕もね昔は車乗ってたんですけど、快適でした。ありがとうございます。これで今度はキャンプ行きましょうね。ベゼルちゃんです。今日はぼちぼち練習していきますか。あまり無理はせずに、肩をちょっと痛めてるんでゆっくりとやっていきます。おはようです。おはようです。お久しぶりです。Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with everySee my message start to spread, and I had so many dreams. When you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the sword, it's my only medicine. Nice. I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed. Feel my own.うえいいね。Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.
ありがとうございました。お疲れ様でした。最高な乗り心地でした。またぜひ乗ってください。ああ、ちょっと今日はねオフィスに行かずに社宅に帰ってきました。はい、ベースブレッド食べます。いただきます。続いてもベースブレッドです。家で作業してたんですけど集中力切れたんでオフィスに向かいます。結局やっぱりオフィスが一番作業がはかどりますわ。おはようございます。今日は土曜日です。プロテインオートミールです。ちょっと大きめのジップロック買いました。いただきます。今日はねちょっと知り合いのお手伝いで池袋にあるジムの何やろ組み立て製品の組み立てとかをおそらくすることになると思います。到着でございます。本日はここの組み立てのお手伝いをします。黒の T シャツが結構白くなってきました。ちょっとね今休憩でジュース買いに行きます。タンパク質買いました。お昼は居酒屋ダンダン。バンバンジとりあえず今日のお手�伝いは終わりです。11月1日オープンなんでねピラティスに興味ある方はぜひ行ってみてください。暗くなっちゃいましたね。今からはとりあえずどうしようかな。まあ何も予定ないんでまあオフィスに戻るかな。オフィスに戻って作業でもしようかな。結局やることないんでね、まあ、筋トレしたいんですけどねちょっと肩が痛いんでね。あと明日イベントがあるんですよね。パフォーマンスしないといけないんでちょっと今日は休もうかな。体休めようと思います。とりあえずオフィスに戻ります。プロテインオートミールです。抹茶のプロテインを入れてます。いただきます。